おはようございます、バンです。今日はね、久しぶりにラジコン飛行機です。1号機水上飛行機持ってきましたね。そして、今日の琵琶湖はですね、若干風速1メートル1、2メートルだと思います。余裕で飛びます。で、天気はですね、快晴ですね。山の稜線に雲がかかってますけども、その辺から太陽がね、どのようにして光を出すのかといったところにも注目していただければと思います。それでは準備していきます。はい、でもやっぱり最低でも週1回は飛ばさんと腕が鈍りますね。もう必死でした。で、着水後は水草が、このフロートに絡まってなかなか前に進むことができませんでした。なんとか戻ってこれました。で、カメラですね、インスタ36052、メイン機もサブ機も調子が悪くて途中で止まってました。バッテリーにも行ってみます。
はい、どうもです。とりあえず2回目はうまくね、飛ばせたんじゃないかなというふうに思いますけど、ちょっとやっぱり風がね、上空待ってたみたいですね。あとは、水草ですね。着水してからの水草も2回目は、絡まることがなかったです。あとね、フラップの調子がね、ちょっとだけね、悪いんですよね。ちょっとほら、右フラップの調子がちょっと悪いんで、これはね、ケーブルをちょっとね、確認してこようというふうに思いますね。違う、左フラップです、これ。左フラップの調子が悪いですね。とりあえずケーブルをね、まあ、交換した方がいいですね。とりあえず、動くのは動くんですけど、ちょっと怪しい時がありました。あと、それからね、着水の時に、釣り人の人がね、バーっと、ウェーダー履いた人が来て、で、ちょっとね、そうですね、30メートル以下に誤って入ってしまいました。で、これについてはね、完全に僕の落ち度ですね。で、後ほど釣り人の人にね、声掛けさせていただいて、丁重にね、謝らせていただいたところ、心よくですね、どういたしましてというふうに、お声掛けいただきました。水蒸気だからといってね、水蒸と陸地度でね、比較的安全に、飛行はできる機体ですけれども、それでもね、ウェーダー履いた人というのはですね、かなり気をつけなければならないというふうに思いました。本日以上です。ではでは。